おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、突然だけど最近食べ過ぎじゃない？だって食欲の秋だぜ。お腹が空いてしょうがないんだ。まあ確かにそんな言葉もあるけれど、がっつきすぎるのも考えものよ。失礼だな。そんなにはしたないことはしてないだろ。だいぶガツガツ言ってるわ。喉に詰まらせても知らないわよ。まあいいわ、今回はとあるイベントでの催しで起きた事故について紹介するわ。おにぎりの早食い競争窒息死事故よ。なんだなんだ、私への戒めか？では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。この事故は滋賀県彦根市で開催された JA 東琵琶湖によるイベント内企画、おにぎりの早食い競争で参加者の男性が喉を詰まらせて死亡した事故よ。早食い競争か、そういう危なさはあるよな。その男性はやっぱりご高齢の方だったのか？いえ、その男性は28歳よ。食べ物を飲み込む機能については何ら問題なかったわ。ということはよほど詰め込むことに白熱してしまったって感じか？順を追って説明していくわね。まず事故が起きたイベントは JA 東琵琶湖ふれあいフェスティバルよ。2016年11月13日に開催、この年で第20回目だったそうよ。ほうほう、どんなイベントだったんだ？テーマは地域に感謝食に感謝で農産物の直売会や地域の食材を使った屋台の出店、子供向けのゲームコーナーやものづくり教室が行われたわ。よくある地域のお祭りって感じだな。ステージではヒーローショーや特産品自慢大会などが行われたわ。事故が起きたおにぎりの早食い競争もこのステージで行われたの。ステージ上でか、見物客も多かっただろうに。早食い競争はどんな内容だったんだ？早食い競争には小学生から40代までの男女15人の選手が参加していたわ。内容としては用意された 100g のおにぎり5個を3分以内にどれだけ食べられるかを競うものよ。上位者への賞品は1位に近江牛 1kg、 2、3位には近江牛 500g が用意されていたわ。近江牛は三大和牛の一つで、その中でも圧倒的な400年以上の歴史を持つブランドよ。結構しっかりした景品が用意されていたんだな。早食い競争では集まった15人が5人1組になって競技に挑んだわ。男性は最後の3組目で出場して、次々とおにぎりを平らげていったの。しかし最後の1個を口に入れ終わってしばらくしてから失神してしまったわ。偶然会場に居合わせた医師と看護師から応急処置を受け、病院に救急搬送されたけど3日後に死亡したわ。ああ、やっぱり無理して口に含みすぎてしまったのか？もちろんそれもあるけど、とどめを刺したのは司会の言葉ね。どういうことなんだ？男性は最後の1個を口に入れた後に手を挙げて感触を訴えたわ。だけど司会はまだ口に入っているので飲み込んでくださいと促したの。男性はその後、おにぎりを喉に詰まらせ呼吸不全に陥ってしまったわ。なるほど、司会の言葉で焦ってしまったんだな。そういうことになるわね。あらかじめルールを周知させておけばよかったのにな。何か安全対策とかは行われていなかったのか？ JA 側はおにぎりを拳大の食べやすい大きさにしたり、お茶を用意するなどの安全対策をとっていたわ。それに競技の前や最中にも司会が味わって食べてくださいなどのアナウンスをしていたそうよ。なるほどな、一応対策はとっていたってことだな。男性は飲み下す動作が困難になる嚥下障害を起こし、おにぎりを気管支に詰まらせ窒息したのではと推測されているわ。つまり食道に流し込めないほどの量のおにぎりが詰まっていたということね。男性の無茶と司会の一押しが重なった結果ってことだな。ちなみに主催者側は何かコメントしているのか？ JA は事故の翌日14日にイベントについてのお礼と、お詫びの文章をアップしたわ。どういった内容だったんだ？まず来場者への感謝から始まり、ステージイベントでアクシデントが発生したこと、それにより午後からのイベントを中止したことへのお詫びが書かれているわ。それから医師、看護師へのお礼、今後の催しについて安全第一で運営するという文言で締めくくられているわ。あっさり気味な文章だな。まあここで事故の詳細を公表してもって感じだが、京都新聞の取材に対しては遺族には誠心誠意対応している。死亡について公表する予定はなかった。お茶を用意するなど安全に配慮しており問題はなかったと考えている。事故が起き残念。今後このようなことがないようより一層注意を払いたい。とコメントしているわ。なんていうか、これ以上できることはなかったって感じのコメントだな。まだまだやらないといけないことはあったと思うけどね。こんなことを言うともともこもないけど、そもそも早食い競争自体、過去から死者が出ているのだから、もしかしたら事故が起きるかもしれないと考えて、別のイベントを用意することはできたと思うわ。それを言っちゃおしまいだが、確かに危険な競技だもんな。JA 東琵琶湖ではこの前年も同じイベントを実施していたわ。しかも今回のイベント内でもおにぎりの後には柿の早食い競争が控えていたの。早食い好きすぎだろ。なんで同じイベント内で2回もやるんだよ。本当にね。今回の事故は過去に事故がなかったからと慢心した結果と言えるわね。
プロのフードファイターでもない一般人がこんな無茶をすれば、いずれこういった事故が起こるのは目に見えていたと思うわ。せめておにぎりはやめとくべきだったな。あんなの餅と同じようなもんだぜ。確かにそうね、消費者庁が統計を取った食品製品等に関する窒息事故の原因として、餅に次いで第2位がご飯となっているわ。ちなみに類似する食品である寿司、おかゆ、団子も上位10位内に入っていて、お米関連だけで5品目もランクインしているの。粘りも粘着性もあるもんな。喉に詰まりやすい食べ物といえばって感じだぜ。それに米だけでなくおにぎりに巻かれていた海苔も危険なのよ。喉に張り付きやすいからよく噛まずに飲み込むのは危険な行為よ。ああ、確かにそうだな。早食い競争に出してはいけない最悪な組み合わせだぜ。本当にね。今回は地域の祭りということで、もし地元のお米を PR するためだったとしても競争ではなく他にやりようはあったと思うわ。確かにな、地元を盛り上げたい気持ちはわかるが、こんな事故が起きてはかえってイメージダウンになってしまうぜ。ところで事故の後、責任問題についてはどうなったんだ？事故に遭った男性の自己責任ってことになるのか？難しいところね。この事故について2021年に男性の両親は被災者側の注意義務違反に原因があるとして約8300万円の損害賠償を求めたわ。やっぱり遺族としてはそうしたいよな。それで JA 側はどう対応したんだ？JA 側は請求棄却を求めたそうよ。この裁判の行方は続報がないので明らかになっていないわ。なるほどな。お互いの主張は分かれたままということか。そうね。ここからは果たして男性が亡くなったことは自己責任と言えるのかどうかを考えていくわね。まず、さっきも述べた通り早食い競争という時点で窒息死のリスクをはらんでいることは予測できたわ。主催側はもちろんそうだけど、参加者もそれを理解した上での参加ということだよな。そうね、男性も多少なりとも認識していたはずよ。ちなみに参加同意書のようなものはなかったのか？ほら、何かあっても主催側は責任を取りませんってやつ。それは分かっていないわね。だけどもし参加同意書が用意されていたとしても、主催者が全く責任を負わなくてもいいわけではないわ。どういうことだ？この大会の主催者は消費者契約法の事業者に該当する可能性があるわ。消費者契約法第8条第1項第1号、第3号によると、事業者の全責任を免除するという合意は無効となるの。同法第8条第1項第2号によると、事業者に故意または重大な過失がある場合に、事業者の責任の一部を免除することも無効となっているわ。なるほどな、参加同意書があったところで法律は覆せないってことだな。ちなみに消費者契約法が施行される前にもスキューバダイビング中の事故を自己責任とする同意書が、人間の生命身体に対する損害の限度で公序良俗に反して無効と判断された裁判例もあるわ。そう聞くと生命に関わる場合は参加同意書があっても意味がないんだな。まあ、同意書の存在や内容によっては多少の影響はあるかもしれないけどね。自己責任かどうかに話が傾いたが、今回は司会の言葉がとどめになったんだよな。その辺は過失になるのか？飲み込むまでが間食のルールだったとしてもせかしたと判断されてしまう可能性は高いわね。声の大きさやトーン、状況等によっては、不当なせかし方ということで、主催者の違法性を強める方向になってしまうこともあると思うわ。どういう声かけをしたのかが気になるところだな。そればっかりはわからないけどね。あとは安全面への配慮がどうだったかというところか。主催側が行ったのは飲み物の用意と味わって食べるようにっていう声かけぐらいだったよな。そうね、これではまだ心もとないと言えるわね。参加者に対して事前の体調確認、ルール等の事前説明はしっかりと言っておくべきだったわ。それからシミュレーションもね。事故後に応急処置を行ったのが、偶然いただけの医療関係者だったってのもまずいよな。そうね、これについては主催側が万が一に備えて配置しておくべきだったわ。あとは食べ物を提供するからには食物アレルギーや衛生面への配慮も必要ね。安全対策を行っているようでも、よく考えてみれば全然足りなかったってことだな。これらを踏まえると、主催側がどこまで準備し、実行しなければいけなかったのかという点、参加者はどこまで地震で危険を引き受けるのかという点が論点になるわね。難しい問題だぜ。主催者も参加者も熱くなってしまいがちだからな。コロナウイルスの流行の陰に隠れて今は目立っていないけど、こういった早食い競争の催しは各地で開催されていたわ。リンゴの産地ではリンゴの早食い、牛乳の産地では牛乳の早飲みなど、各地の名産品と絡めて行われることも多いわ。これは国内だけの問題じゃなくて世界でも同じことよ。アメリカではホットドッグやタコスの早食い競争で死者が出ているの。でもあまりニュースとかで取り上げられることはないよな。そうね、残念ながら世間の関心は低く事故が起きても埋もれてしまっているわ。今後二度とこんな事故が起こらないよう早食い大会については慎重な対応をしてほしいわね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。
最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。